予告して飛ばしました。そのままカウントフリー、古田は外でロンバスを思いっきりさあレフトになるやつを見せるか、左腕を左にパーッ、イスターがコッパ未然に壊される。さあカウントが入る。ものすごいパワーでありますけれども、さりぬかりでいきます。さあ予定のラリアット、予定のラリアットがいった正面から2、3歩助走してウエスタンラリアット爆発。さあ今度は若手がリングの中に入ってくる。グレートコジカが捕まった。大阪にウエスタンラリアット、今度はグレートコジカに猛然と襲いかかります。ババが今ドロップできて、さあどんどん本能を作った、本能を作ってロープに来まして、大勝の左腕、大勝の左腕です。思い切ってリングの中に引っ張りました。そして予告のウエスタンラリアットか。さあ黄金の左腕、ウエスタンラリアット完全に決まりました。そしてもう立ち上がることができません。また息を吹き返しました。さあ3番手が飛んでますミスター林を、うわーウエスタンラリアット、林レフリーにウエスタンラリアット、これはいけません。さあ天竜再びリングの中に引きずり込まれました。2人がかりでブレンバスター、さあバンジーキュンスター、さあバンジーキュンスター、さあどうだウエスタンラリアット予告した、鶴田は起き上がれない。さあ危ない、カウンター、危ない、あいやー予告ウエスタンラリアット、これでバンジーキュース、ミラクルパワーコンビ優勝。最後はとどめチョップが飛ぶ、天竜を乗った、いやウエスタンラリアット最後のとどめはウエスタンラリアット、そのまま抑え込んだ天竜、抑え込まれた、天竜 T ポールを取られた。